はい、こんにちは、ゆめです。どうも、今日は2021年の1月1日元日です。皆さん新年明けおめです。コテヨロです。はい、元旦一発目、早速ディズニーランド来てみました。はい、今日からですね、お正月グリーティングが始まりますので、はい、それなんか見てね、あとはね、正月ならではの食レポなんかもしたいと思います。あと元日のですね、ディズニーランドっていうのは結構混んでるんですよね。で、毎年混んでるんですけども、今年はね、入場制限されてるので、ね、毎年ほど、例年ほど混んではいないと思うんですけども、はい、なので、ね、お正月のパークの中どんなもんかっていうのをね、レポートをしたいと思います。ほいでは行ってきます。はい、まずエントランスですね。めちゃめちゃのどかです。これすごくないですか。多分朝ドーンと列あったと思うんだけども、ギューッとみんな入っちゃってガラガラですね、ここはね。ただね、あの今日ね、車で来てたんですけど、駐車場がすごかった。すごい列で、駐車場の中はね、うね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 列が、はい、手荷物検査の列がすごかったんですよ。ちょっとこの辺映像出しましょうか。はい、すごかったですね。はい、じゃあインパークします。はい、インパークしました。エントランスは穏やかですね。で、皆さん立ち止まってですね、エントリー受付、抽選とかね、スタンバイパス取ってる方いっぱいいますね。あとは入り口にこの門松がありますので、この門松のフォトロケーションで写真撮ってる人もいっぱいいます。はい、じゃあパークの中行ってみましょう。はい、ワールドバザール、朝9時ですね。最近のパークはね、朝9時オープンってなってますけども、まあこれ言っていいのかな、実はまあ9時オープンはフェイクなんですよね。実質もう8時半オープンに等しいです。なので朝9時っていうのもこのようにですね、かなり皆さん落ち着いてまったりと行動してますね。はい、プラザテラス来ました。朝9時5分からね、キャッスルグリーティングがあるので、城前はかなり人が集まってますね。めっちゃいい天気、今日すごいね。はい、今日ですね、ちょっとお正月のパレードをね、がっつり見たいので、パレードの、あの出るとこですね、入り口ですね、あのパレードの登場するところ、あのマンションの横ね、新年一発目の正月グリをね、そこでちょっとね、捉えたいと思います。行ってきます。はい、朝のキャッスルグリーティングを待ってる人たち結構多いですね。朝からこんなね、正月から朝からこんなにゲストがいるんだって感じですね。はい、これはね、特にお正月ではなく通常バージョンですので、やっぱね、ちょっと正月ならではのを見たいので、奥へ奥へ行きます。はい、マンション横来ました。9時5分のね、キャッスルグリーティング終わるまでになんとか来ようと思ったんだけど、もうね、9時過ぎはね、ここ 1,2,3列目、4列目まで埋まってますね。まあしゃあない、ここで見ようと思います。はい、まもなくパレード始まります。はい、正月のグリーティングパレード終わりました。分かっちゃいたんだけど、ほんと一瞬でしたね。いやー、まあでもね、振り袖とね、紋付き袴の三木耳、かっこよかった、かわいかったです。はい、じゃあ次行きます。はい、プラザテラス戻ってきました。今までちょっと食レポやってました。でですね、この1月1日元日元旦の東京ディズニーランド、めちゃくちゃいい天気です。すごい、なんかね、すごいニュースとか天気予報ですごいなんか大寒波が来て、あの大荒れみたいな、年末年始のね、なんか日本列島大荒れみたいな、そういう風にニュースだったんですけども、すごいですね、これいい天気なんですよね。わかりますか、この青空、めちゃくちゃいい天気。じゃあね、ちょっとパークの中の方ちょっと見てみましょう。行ってきます。いやー、ほんとめちゃくちゃいい天気。これはちょっと今日大当たりですね。ちょっと暑いぐらいですよ。がっつりとね、着込んできたんだけど、今日ちょっと暑いぐらいですね。アドベンチャーランド来ました。めちゃくちゃ穏やかですね。気温も高くてですね、日向もあったかいですね。日陰行ってもそんなに寒くない。カリブの海賊、しかも5分待ちですよ。すごい今日いい、なんか正月いいね。なんかたまたま今年だけだと思うんだけど、穏やかで空いてて過ごしやすくて、ほんと快適です。天気もいいし、すごいよねこれ。はい、シアターオリンズのグリ行きました。シアターオリンズ今日は、あ、グーフィーですね。グーフィー部長、ちょっとグーフィー見ておこうか。はい、グーフィーです。めっちゃ空いてる、グーフィー暇を持って余してる、グーフィーが。おーい、グーフィー、
バイバーイ。はい、チャイナボイジャー来ました。もうこのパターンもうお約束だよね。もういつの日か分かんないでしょ。もう使い回しにしても絶対これバレないよね。今日元旦正月です。はい、12時過ぎのチャイナボイジャー混んでます。このやるとり何回目。はい、おなじみの光景です。はい、ジャングルクルーズとリパテ着きました。ジャングルクルーズ20分待ちです。はい、リパテツも20分待ちです。ほんといい天気、なんか合成みたいな青だよね。ほんと今日気持ちいいです。テリヤキチキンも結構並んでますけど、まあ5、6人って感じですね。空いてます。はい、ウエスタンランド来ました。いやー、ほんといい天気。そしてペコスビルもめっちゃ空いてる。あとあれだ、お城の城前ぐりもちょうど始まるんだ。音聞こえますか。ちょうど今ね、城前ぐりの今日3回目かな。はい、やってますね。もうちょい奥行ってみます。はい、ビッグサンダーマウンテン、なんとシステム調整で今止まってますね。あれ、まあこれパス持ってる人はどうなるんだろうね。はい、一時的に見合わせとのことです。あらららら、ら、まあしゃあないね。はい、ウッドチャック来ました。この時間空いてますね。ガラガラです。全然並んでない。この辺のね、アメリカ側のベンチのところも空いてますね。ウッドチャックめっちゃ平和。ちょっと行ってみたいな。時間あったらちょっと後で休憩で来てみようかな。はい、今ですね、ウエスタンランドにいるんですけど、今日のスタンバイパスの発行状況を見てみます。今12時38分ですね。12時ちょい過ぎの段階なんですけど、ハニーハント、もう18時40分までもう行っちゃってますね。おそらくこれハニーハント、もうすぐこれ終わりですね。もう19時なんでこれ終わりです。で、スペースマウンテンは15時35分が残ってますね。バズも15時5分が残ってる。モンスターズインクも15時5分残ってます。で、ビッグサンダーマウンテンは今システム調整中で今取得できませんと。で、スプラッシュマウンテンも取得できませんと。スプラッシュマウンテンも多分これもう今日終わりですね。はい、なのでハニーハントはもうすぐ終わっちゃう感じですね。なので12時インだと今日に関しては、ビッグサンダーマウンテンとスプラッシュマウンテンはもう終わっちゃってるって感じですね。はい、よかったら参考にしてください。はい、スプラッシュマウンテン来ました。スタンバイパスの入り口がちょうどここですね。ここからスタンバイパス入り口です。めっちゃ順調に流れてますね。はい、どうだろう、パッと見、パス持ってて2、30分って感じかな。そんな感じがしますね。はい、今日はパスの取得終わってます。はい、マンション来ました。マンション20分待ちですね。最近ね、13分待ちではないマンション初めて見ました。ちょっと混んできたね。でですね、14時にお正月のグリーティングプライドがあるんですけども、なんと最前列が空いてたんですよ。はい、最前見えるんだったらもうこれは座っちゃうしかないよね。他最前埋まれてたんですけども、こんないいとこで最前なんてなかなかないので、今日はここでちょっと待ちたいと思います。ここで撮ってみます。はい、パレード終わりました。やっぱこの季節14時でもかなり西日になっちゃうね。太陽もこんな低いもんね。はい、またまたパーク散策します。まずマンション13分待ちになりました。さっきですね、パレード直前ですね、2、30分待ちになったんですけども、今は13分待ちになりました。はい、なんとピーターパンシステム調整で今ちょっとお休みしてます。いやー、これね、ファンタジーランドでピーターパンってこれエースでしょ。これエースがやっぱりちょっとエースの故障ってことでですね、他のアトラクにですね、そのヨハンはやっぱ行ってますね。他見てみましょう。ちょっとお昼頃ですね、元旦元日、今年は空いてるねなんて言いましたけど、だんだん混んできました。ちょっといいですか。あ、スージーパーラーがグリできた。スージーオッツ、明けおめよろしく。パーラー明けおめ、今年もよろしくね。へい、はい、グリ行っちゃいましたね。はい、まず突発グリでびっくりした。ダンボ25分待ちでですね、あ、ピノキオがいる。すごい囲みになってる。ちょっといい、囲みグリ待ってね。はい、グリやってました。ジミニーとゼペットジーさんとピノキオと、ファールフェローとギデオンが、すごい
ちょっとなんかコミケの撮影みたいな、ちょっとだけコミケっぽい、ほら、うん、みんなソーシャルディスタンスで、はい、やってますね。おお、なんか圧巻だねこれ。はい、カルーセル来ました。カルーセル10分待ちです。はい、アリスも5分待ちです。はい、フィルハーマジック来ました。フィルハーマジックはちょっと混んでて25分待ちです。あ、さっきのねスージとパーラーはここでグリやってますね。はい、シンデレラのねフェアリーテールホールは25分待ちです。はい、スモール来ました。スモールワールド5分待ちです。空いてますね。はい、ピノキオ来ました。ピノキオ15分待ちです。はい、今ですねハニーハント横に来ました。スタンバイパスの今現在の発見状況を見てみましょう。14時32分の段階で、はい、見てください。もうこれバズだけですね。バズを残すのみです。まずもうこれ18時40分のやつになってるので、これもう終わりですね。もう間もなく終わりって感じですね。なので元日のディズニーランドはですねスタンバイパス14時半で、まあ、ほぼ全てのアトラクションがパス発券終了になってます。はい、なのでだんだんねパスなしのアトラクションがちょっと混んできた感じありますよね。はい、パークの中もだいぶゲスト増えてきました。はい、今ですねハニーハント横の出口のところですね。出口のところ、プーコーナーの脇から撮ってます。正面ピノキオね。はい、ここやっぱ狭い上にねやっぱゲストの往来多いので、ここはねギュギュッといつも混んでるんですよね。これ分かりますか。もうこれ画面いっぱいぼかしでほとんど分かんないと思うんですけども、はい、もうかなりゲストいっぱいいますね。はい、元旦元日ゲスト多いです。はい、ハニーハント来ました。ハニーハント今ですねキャストがあそこに最後尾のプラカード持ってますよね。ここがハニーハントの最後尾です。で、今日ですねこのアトラクションの前で列がまとまってます。で、ちょっと前にレポートしたですねこの、はい、こちらねトゥーンタウンに通じるこの道通路、はい、ここまで、ね、ゲストがドーンとね前回は膨れ上がってましたけど、今回はこちらのねアトラクションの前でコンパクトにまとまってますね。今キャストに聞いたらね、おそらくここからだと15分20分でご案内できると思いますとのことでした。はい、なので今日はすごい大成功ですね。いい感じです。やっぱねここまで膨れ上がってるのやっぱちょっとねやっぱねやめてもらいたいよね。はい、今正面ハニーハント、右がトゥーンタウン、後ろが美女と野獣エリアですね。はい、これですねちょっとこれ僕の位置仮説なんですけども、14時にですねこの正月のグリーティングパレードがあったんですよね。で、14時にグリーンパレードがあって、おそらくここはですね14時20分頃おそらく通過すると思います。で、その時間っていうのは列を短くしといて、このグリーティングパレードに影響ないようにしておかないといけないですよね。なのでもしかしたら13時半から14時半ぐらいのこのスタンバイの戻りは発行枚数を絞って少なめにして、その時間帯はこのプーさんのあたりは券の数を発行枚数を発見枚数を少なめにしてる可能性ありますよね。はい、まあこれはちょっと僕の仮説ですけども、なので今パレード終わった直後なのでおそらく空いてると。だから夕方来たらまたもしかしたらまたこうドーンとこれね爆発して膨れ上がってる可能性ありますよね。はい、とかとか思いました。もう一回後で来てみようと思います。はい、トゥーンタウン来ましたよ。ねそうだね、あ、なんかあそこえらい並んでんな。ガジェットのコースターかな。ガジェットのコースターだけ異様に伸びてますね。ちょっと見ていきます。はい、ガジェットの GO コースター20分から25分待ちとのことです。結構並んでますね。これまた僕の仮説ですけども、なんとかコースターとかなんとかマウンテンとかはですね1日1回しかねこの時間乗れないので、なのでこういう絶叫系を少しでも求める人がですねこのようにねガジェットのコースターに並んでるような頃かと思われます。予想ですね僕の。でもねガジェット20分待ちっていうことはね多分そうかもしれないよね。本来だったらコースター好きの人ってさ20分ぐらい待ちだったらもう一回乗ろうぜって言って、ね、何度もループするはずなので、マウンテン系順番にはしごしたりとかあるじゃないですか。それはおそらくねできないので、なのでこういうガジェットにのねギャストが集まってじゃなかったという予想仮説です。ヒューディールイの最後尾ここですね。はい、こちらです。ヒューディールこの時間結構空いてますね。はい、ビルデジエリア来ました。こちらあ、ガストンレストランの予約なしの列が全然人がいない。この時間いいですね。ほら見て待ちゼロだよ。はい、入れないけどテイクアウトだけだったら全然行けますね。行けちゃいます。ルフーチュロスまあまあ並んでるね。ちょい並びって感じです。
はい、美女たちアトラック来ました。結構なかなかの密だね。エントリー受付で抽選だけなので、はい、すごいね、並んでるっていう感じはしないんですけども、やっぱ見学のゲストが多いですね。やっぱはい、この季節この時間スーパード逆光ですね。すごいな、これはもういいカメラじゃないと撮れないね。すごい。はい、ベイマックス来ました。ベイマックスちょっと並んでるね。ここ最後尾です。はい、相変わらずベイマックスいいですね。音楽いい。はい、スペースマウンテン来ました。スペースマウンテン、うん、だいぶ今日は列少ないね。前はこの山でドーンとゲストいたんだけど、はい、今日はだいぶ少ないですね。どうだろう、パッと見30分40分待ちって感じかな。ちょっと聞いていきます。はい、こちらパスがあって30分待ちとのことです。発見はもう終わってますね。そしてですね、今日びっくりの景色、なんとこれ喫煙所の列なんですよ。タバコ吸いたい人がね並んでんだって。喫煙所ってこのファストパスのね、この発見所のこの裏にねひっそりとあるんですけど、なんかね、ガス部屋みたいなね、すごいちっちゃいね、あの部屋があるんですけど、その喫煙所に入るための列ができてます。これは驚いた。はい、喫煙所の列なんですけど、キャストに聞いたら、これって昨日おとといとか並んでましたって聞いたら、いやー今日だけですって言ってましたね。なのでこの元日はなぜか喫煙所の列が伸びてると。でこれまた僕の仮説ですけども、今日ですね、東京以外の地方の、ね、ゲストが多いなって印象があるんですね。朝駐車場で車入れてる時もですね、他府県ナンバーが4多いんですよ。しかもこの関東以外のですね、ちょっと遠くの方からよくしょってきたですね、あのいわゆる遠征ですね、遠征のゲストがやっぱ今日はなんか多い気がします。そうするとあの地方の方っていうのはね、東京と比べるとやっぱその喫煙禁煙のね、要は禁煙の要はその、まあ、リテラシーというかモラルというか、その禁煙タバコやめようぜというですね、そういう意識がちょっと低いんじゃなかろうかと。東京はやっぱり、ね、異様にやっぱりね、もうタバコ撲滅ばりのですね、ものすごいこうあのタバコやめましょうみたいなね、もうキャンペーン的にですねこう条例化してたりして、結構ですね、あの喫煙者の方は正直ですね、ちょっとやっぱあの肩身が狭い思いしてんですよね。でも田舎の方はですね、地方の方は東京ほどね、なんかきつくない感じがしてんじゃないのかな、ないのかなと。すいません、これ僕の勝手な予想ですけども。なので今日はね、あの地方の方から来てるゲストが多いので、これでなんか喫煙所が今日は混んでるような気がします。僕の予想です。はい、スペースマウンテン35分待ち、いい感じですね。バズもね、一見いいんだけど、あのゲストがオムニバスのねプラスのパレードルートまでギューッと伸びてて、この時間どうだろう、落ち着いてんのかな。ちょっと混んでますよね、バズもね。はい、バズですね、パスあり、パスがあっても15分20分並ぶとのことです。結構外までガーッと伸びててインパクトあるんですけども、まあ並び時間そうでもないね、15分20分とのことです。はい、スターツアーズ来ました。なんとスターツアーズ30分待ちです。今まで一番なんか長いかもしれない。15時で30分待ちなんですよね。はい、やっぱりこれは僕の仮説ですけども、スターツアーズって結構絶叫系に部類、ね、されるアトラクですよね。やっぱりね、なんとかマウンテンとかああいうマウンテン系もスリル絶叫系のアトラクションなので、そんなスリル絶叫系アトラクが1日1回しか乗れないとなると、やっぱりね、何度も何度もループできたり、絶叫系をね求めてるゲストがやっぱりこれ来ますよね。なので15時この時間でなんとスターツアーズ30分待ちです。はい、モンスターズインク来ました。モンスターズインクはね、今日はスターツアーズに食い込んでないんですよね。スターツアーズを手前で折り返してて、はい、ちゃんときっちりと線引きされてました。で今聞いたらね、20分待ちとのことです。なのでいい感じじゃないですか。スターツアーズの列が混ざらずにいい感じにちゃんとねきっちり、はい、分かれてて、ちゃんとあのギャップができてて、でパスあり3倍ね、いわゆるパス持ってて20分待ちとのことで、はい、ちょうどいい感じじゃないですかね、これ。はい、今ですね、ワールドバザールに帰ってきました。でね、このエントリー受付、いわゆる抽選ですね、これやってないの思い出したので、ちょっと抽選したいと思います。またまたミニーのスタイルスタジオ、この17、19時、はい、今日この時間にちょっとまた抽選したいと思います。これは当たりたいな、ミニーに会いたい、新年明けおめ言いたい。じゃあ行きます。はい、
さこい、さこい、さこい。当たったー。やったぜ。めっちゃ嬉しいこれ。やったやった。よっしゃ、ミニー会える。はい、エントランス戻ってきました。でですね、これ見てください。これ門松グリです。いや、グリちゃうな。門松があのフォトロケーションになってて、この門松と記念写真撮るゲストがこんなに並んでんですよ。すごいな、ちょっと。まあなんでかというとね、お正月っぽいことってこの門松と写真撮るぐらいしか正直ないんですよね。あとはね、お正月のグリも1日2回で終わっちゃったし、はい、なのでこのフォトロケーションにめっちゃみんな、はい、並んでます。はい、お菓子屋さんのコンフェクションで来ました。コンフェクションでさすがお正月だね。入った瞬間まず真っ先に和菓子が飾ってあるんですよ。おせんべい、はい、とこの巾着入りのやつと、はい、おせんべいですね。はい、いきなり和菓子です。はい、この横もあられですね。この島、この展示のところね、和菓子だけですね。はい、実はですね、これサプライズの予告なしでね、毎年恒例のね、八つ橋がもしかして売られてんちゃうと思ってね、八つ橋あったらいいなと思ってきたんですけども、やっぱ八つ橋ないですね。その代わりレギュラーメニューのこういう和菓子がドーンと、はい、フロントに陳列されてます。はい、ミニーのスタイルスタジオ来ました。やった、当たったよ。この1月1日の元日にね、ミニーの明けおめに挨拶できるの本当いい。いやー、今年は幸先いいね。行ってきます。そうそう、今日はね、なんとガチンコのですね、デジタル一眼カメラ持ってきたので、今日はちょっとね、ガチ撮影したいと思います。はい、やりました。ミニーのスタイルスタジオガチ一眼でガチ撮影、いやー、やっと克服できた気がする。見てこれ、ちょっとこれすごくないですか。これこれね、このスタジオのね、このね、紫かぶり克服しました。いやー、ちょっとこれまた詳しく別動画で紹介したいと思います。これは超頑張った、めっちゃ綺麗、大満足。ミニーもね、明けおめことよろって挨拶してきました。めっちゃミニーもなんかあの嬉しそうに見えた気がする。めっちゃハイテンション同士で、はい、あの挨拶してきました。大満足。はいはい、じゃあ次に行きます。はい、2021年1月1日元日のランドインパクレポート、今日は以上になります。はい、元日ですね、毎年実はインしてます。で、今までで一番空いてたような気がしました。あのね、もっと混んでんですよ本当は。すごいね、この1月1日のね、元日ってね、結構ね、空いてるイメージであると思うんですけども、実はね、普通の日曜日か下手したらそれ以上に混んでます。なんですけど、今年に関してはね、このキャパシティコントロールでかなりゲストの数制限されてますので、あのアトラクション見てもね、どれも1時間切ってるでしょ。なのでやっぱりね、全体的にね、まあ、いつもに比べて空いてるなってやっぱ思いました。で、スタンバイパスもね、だいぶねこなれてきたなって感じがしましたね。どの列もやっぱりね、30分ぐらいで収まってたんで、はい、スタンバイパスだいぶうまくね、調整できてきたなって思います。はい、あとはですね、この、ね、年末年始31日から1日にかけて日本列島大荒れで、もうね、すごいもう豪雪注意みたいな感じで、寒いぞ寒いぞ、雪降るぞってめちゃくちゃちょっと脅されててね、今日ね、寒かったらどうしようと思ったんですけど、めちゃめちゃあったかかった。もうあのね、元日にね、こんなにあったかいなんてそうそうないよっていうぐらい、ほんとあったかかったですね。すごいあったかくてよかった。で、あの北斎のね、お正月の雑煮も食べられたし、はい、あとはなんといってもね、ミニのスタイルスタジオ、今日はね、ちょっとね、ガチのデジタル一眼持ってったんで、気合入れて撮影しました。なんでバッチリ綺麗に撮りました。これほんとよっしゃーって、もうガッツポーズですよ。もうはい、ミニ冬服になってですね、もうこれ3回会えたんでもう大満足ですね。で、今日もですね、抽選、実はね、ミニのスタイルスタジオ以外抽選してません。もうミニに会えたんでもういいやと思って、まあ飲み所で野獣もね、 BMAX もね、他のグリもね、僕よりもね、行きたい人いっぱいいると思うので、僕はミニに一番会いたいので、ミニに会えたらもう他のキャラ会えなくてもいいので、なので今日は抽選しませんでした。はい、もう一択です。もう大満足です。はい、こんな感じでですね、2021年も引き続きディズニー情報、濃い情報をお届けしていきますので、はい、チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。